今節はシリーズリーダーとして勝ち上がってきました。船橋の手応えというのはいかがでしょうか？はい、初日から全体的に良くてはい、納得いってます。もうではずっといい状態をキープできていたわけですね。はい。あの、もうかなり上位と言えますでしょうか。そうですね。上位だと思います。となると、まだあの時間はあるんですけれども、今日の調整っていうのはいかがですか？ えっと！何もするつもりはないですけど、はいはい、乗って確かめたいと思います。はい、あのそのね。まだ優勝戦まで時間もありますが、はい、メンタル気持ちの面ではもう整ってますか？そうですね。モチベーション高くいきたいと思います。はい、一号艇です。ピット離れも問題ないでしょうか？はいいいです。あとは今節早いスタートもあったんですけれども、そのあたりっていうのはいかがでしょうか？はい そうですね初日にもうはいラインは見えてるんで<え>はいインスタートいけると思いますはいこれぐらい行きたいなっていう目標のタイミングはありますかあもう自信持ってしっかり全速で決めますでは最後ファンの皆様にもう一言お願いしますはいえっと一緒に盛り上がってもらえるように私も頑張ります応援してくださいさあ昨日の準優勝戦はさしての勝利でしたけれども。 準優勝戦、振り返っていかがだったでしょうかそうですねあの、足の良さで1着取れたかなっていう感じでした、はい、その船足の良さ、気に入っているところを上げるとしたら、どのあたりになりますかそうですね、回転上げると、周り足も乗り心地も良いので、好きな感じじです、はい、じゃあ優勝戦に向けても、そういった回転を上げる方向の調整で、そうですね、乗りやすいように合わせたいです。はい その状態で伸びの比較としては、いかがでしょう多分あのいい人にはかなわないとは思うんですけどあの、スリットで下がることもないし、余裕はあるかなとは思います実は中村選手は、2号手というのは、少し苦手意識があったそうですね、これまでそうですねいつも何もできないですですも昨日はね、見事勝利あげましたので、今日の優勝戦はどんなレース、心がけていきましょう。 そうですね優勝戦もしっかりスタートを貯めて、でいきたいなと思ってます、はい、そのスタートもここまでしっかりといけているという手応えはありますかいやあんまり全速ではいけてなくて、はい、ちょっと合わせてるような感じでここまで来たので、最後こそはちゃんとしたいです。では、初優勝に向けまして、ファンの皆様に一言お願いいしますはいえっと、全力で頑張りますよろししくお願いします。 昨日のあの準優勝戦は見事な逆転でしたね。はい、良かったです。<え>はい、あの船足の良さも実感しましたか。そうですね。全体的に力強い仕上がりになったかなって思います。もうなったということは、最初よりもだいぶ上積みが測れて、あのパーセントがあの元々いいので、はい、自分がずっと出し切れてないなっていう感じだったんですけど、えっと準優はしっかり。 今は、きもうは調整っていうのは進んでるんでしょうか、えっと、さっき乗ってみたんですけど、はい、またちょっと体幹,が体幹に違和感があったのでちょっとプロペラであのしっかり調整していこうかなって思います3号艇です、どんなレースしていきましょうえっとまだ優勝したことないので、えっと、優勝できるようにうーん頑張ります。はい、あの例えば これまでの優勝戦で過度に引いたレースもあったんですけれども、はい、今日はそういった選択肢っていうのはどうですか？考えてないです考えてない。はい、はい。あとはね。この後休みも控えてますが、スタートに関してはどうでしょう？スタートは感動でいけてると思います。では、初優勝に向けまして、もう一言お願いします。えっと優勝できるように頑張ります。応援お願いします。 大山選手はね、あの船足、少し苦労されたところもあったと思いますが、はい、今の状態っていうのは、いかがでしょう、はい、3日目にマフラーを交換してから、伸びはあのいい部類になったと思うんですけど、周り足がちょっとまだ合わせきれてないですじゃあ、現状だと伸び型の評価、伸びに、はい、少し寄ってると思いますその、ね、伸びを落とさずに、周り足、つくのが一番だと思うんですが、はい、調整、どうでしょう。 うん、そうですね。まあ、いつかやってみてちょっとつかなかったので、うーんん周り足は厳しいかなと思います。となるともう今の船足でこう、はい、精一杯戦っていくっていう感じですか？はい、そうですね。はい、4号艇です。はい、どんなレース見せていきましょう。まあ、ダッシュの方がスタートは行きやすかったのでそうですね。攻めれたらいいなと思います。はい、またね、あの休み明けですけれども、トップスタートも結構目立ってますが、行きっぷりというのはどうですか？ 浜名湖スタート届かなくて難しいですね。はい、どれぐらいのタイミング行きたいなっていうのはありますか？はい、10行きたいです。今晩10ぐらいはい。では最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、ええー、と前回浜名湖1号艇で飛んじゃったので、今日は優勝目指して走ります。応援よろしくお願いします。さあ、藤原選手日々のね。調整で昨日までの5日間走ってきての船橋なんですけれども現状いかがでしょうか？ そうですね今日朝からプロペラ叩き替えて感じは良くなってると思います、はい、お、叩き変えたっていうことはどのように変化があったんでしょうか行き足から伸びが良くなったかなと思います、はい、おお、ではその状態でのこう出足とか体幹面っていうのはどうですかちょっとターン の入り口が気になるんでそこだけしっかり合わせていきたいですね、はい、今日の調整というのはある程度こう、枠も意識しての作業なんでしょうかいやちょっとやってみたいなと思ったんでとりあえず叩いたんですけど、はい、えー。多分いいと思います、はいはい、多分。多分まだ、ねちょっとね、これからじあの時間があるんでねまだねあの調整も続くと思うんですが今のところはじゃいい方向にいってるわけですね。多多分多分はい <laughs> スタートもあの、今節はね、二日目から結構安定感のあるタイミングなんですが、はい、そのあたりというのはどうですか。いや、やっぱ関東のズレはあるんで。え<っ>うんまあ、その辺は。しっかり。いきたいと思います。はい。五、はい、号艇です。どんなレース心がけていきましょう。そうですね。もう四号艇のやる気スイッチを押すだけだと思ってます。は<ー>い。<laughs> もうそこをしっかり狙っていくわけですね。はい。もう、お願いします。はい。 では最後パンの皆様にもう一言お願いしますはい優勝できるように頑張ります応援よろしくお願いしますいやもうやはりあの <laughs> 地元からは一人は乗らないとという思いもす,すごく思いました、ね、ありましたね、はい、もう整備調整が今節続きました、はい、だいぶ良くなってますかなってると思いますはい。その現状の仕上がりどう皆さんに報告しましょうそうですね多分良くなってます多分 <laughs> よくなってますか <laughs> はい 革新的にはよくなっで,でも本当にターン周りとか自分のしたいレースはできるようになっているので、はい、まあ,あと本当にまあ優勝戦のメンバーもみんないいのであと一押しというところを今日頑張りたいと思いますはい。じゃあもう今実際調整が進んでるわけですよねはい。六号艇なんですけれども、はい、コース取りは考えますかそうですねビーナス戦ですしあ<ら>追加追加 <laughs> はい。普通追加発線でもうちょっと優しく走るんですけど、地元乗ってきましたね。全然なんか遠慮なくて、<laughs> えー、はいなんで、はいもう今日はえ？<laughs> ロックコースから行きます。ロックコースから。<laughs> <laughs> でもあのロックコースもそんなに苦手意識ってない。そうですね。あのすごいご奉亭がやる気あるんで、はいは,はいはいあのやる気推進して行きたいと思います。はい。 そこには長嶋選手自身のスタートも大事になってきますがその辺り、どうですか、すね、ここまで連れてきて早かったら放りたいと思いいまます <laughs> <laughs> そこをうまいこうと展開い、はい、でも本当にあのいいレースできるように、うん、あの最後まで諦めないで調整しますでは最後、ファンの皆様に向けて一言お願いします、はい、ここは地元なんで最高のレースしますお願いします。